こんにちは、ザ・カーズ・ウォッチャーと申します。今回は第5回 WBC を楽しむために過去の試合を振り返っていこうと思います。時間が許す限り試合をピックアップしていこうと思いますが、栄えある第1回は2017年 WBC 2次ラウンドの対オランダ戦です。この試合はメジャーリーガーに混ざって NPB 選手が日本に立ちふさがる非常に激しい戦いでした。皆さんも記憶を蘇らせながらぜひご覧ください。では本編へどうぞ。1次ラウンドでプール B に入った日本は、初戦の対キューバ戦を11対6で勝利し、続く対オーストラリア戦を4対1で勝利、そして中国戦も7対1と危なげなく勝利し、3戦全勝で2次ラウンドへ駒を進めました。一方、韓国で開催されていたプール A では、下馬評に反してオランダが思いの捕獲戦、初戦の対韓国戦は5対0で勝利するものの、続く台湾戦は8回裏に同点に追いつくまでリードを許していた展開で、9回裏にテキサスレンジャーズ所属のジュリクソン・プロファーが押し出しのフォアボールを選んで、なんとか台湾を下すも、1次ラウンド最終戦となった対イスラエル戦を2対4で落とし、プール A をイスラエルに次ぐ2位で突破という形で2次ラウンドへ駒を進めました。そして2次ラウンドのプール E は、日本、キューバ、オランダ、イスラエルという組み合わせになり、日本は初戦でオランダと激突することになります。オランダ代表はエンゼルスの名ショートアンドレルトン・シモンズ、レンジャーズの若きスイッチヒッタージュリクソン・プロファー、強打のレッドソックス打線を牽引するザンダー・ボガーツ、オリオールズ打線の一角ジョナサン・スコープ、そして名門ヤンキースの正ショート DD グレゴリウスと、メジャーリーグのスタメンが勢ぞろいのチーム。そしてそのオランダ打線の中軸を担っていたのが、2013年に NPB で60本のホームランを放った東京ヤクルト所属のウラディミール・バレンティンでした。日本はオランダ戦を落としてしまうと、そのオランダを倒して1位通過を決めている不気味なイスラエル、そして油断できないキューバ相手に勝利が必須と追い込まれてしまうため、いきなり山場を迎えることとなるのでした。そしてオランダの先発はエースのリック・バンデンハーク、日本の先発は千葉ロッテの石川歩夢であることが両軍から明かされます。日本代表を率いる小久保監督は、あの独特のキューバ戦を本当にいつも通りのマウンドさばきでゲームを作ってくれた、明日もあのような形でゲームを作ってくれることを期待しますと石川起用を明言。石川はメジャーリーガーもいっぱいいますし、いいチームだと思います、自分を出せればいいかなと思いますと静かに話し、最後に頑張りますと述べ、当職のメジャー軍団オランダに立ち向かっていくのでした。そして2017年3月12日、運命の初戦がスタートします。オランダは1番ショートアンドレルトン・シモンズ、2番センタージュリクソン・プロファー、3番サードザンダー・ボガーツ、4番ライトウラディミール・バレンティン、5番 DH DD グレゴリウス、6番セカンドジョナサン・スコープ、7番ファーストカート・スミス、8番キャッチャーダシェンコ・リカルド、9番レフトランドルフ・オドゥバーというラインナップ。一方、日本は1番サード田中康介、2番セカンド菊池涼介、3番ライト青木宣親、4番レフト筒香嘉智、5番ファースト中田翔、6番ショート坂本勇人、7番 DH 山田哲人、8番センター秋山翔吾、9番キャッチャー小林誠二というラインナップで、先攻は日本。1回、先頭は広島カープに所属する1番田中康介。田中は早速初球のストレートを打つもののレフトフライに倒れます。2番菊池も2球目のストレートを叩くもセンターフライに倒れ、3番青木を迎えます。青木はカウント 1-1 からインハイのストレートを捉え、フェンスに当たる長打コース、ツーベースヒットとなります。しかし次の4番筒香が高めのボールを空振り三振、バンデンハークは初回を無失点で終えます。その裏、オランダは1番シモンズからの攻撃、石川はカウント 3-1 から高めのボールを叩かせてショートゴロに打ち取り、2番のプロファーには低めの変化球を振らせて三振、3番ボガーツにはカーブを引っ掛けさせて内野ゴロ、石川も初回を無失点で終えます。2回の表、日本は5番中田からの攻撃、中田はカウント 1-2 と追い込まれながらも外角のカーブをうまく三塁線に弾き返してツーベースヒット。次の6番坂本は堅実に送りバントを成功させるいい仕事ぶりを見せ、ワンアウト三塁に。そして7番山田がフォアボールで出塁し、ワンアウト一塁三塁。続く8番秋山の打席、2球目に山田が盗塁を試みて成功、ワンアウト二塁三塁とバンデンハークにプレッシャーをかけます。そして秋山の3球目、Infield in again. High to left, hit well. Odeberg has it. Runner tags from third. Nakata scores.
高めのボールをうまく外野の深いところまで飛ばし、犠牲フライで1点を先取します。そして2アウト2塁で打席が回ってきた9番小林はバンデンハークのカーブを空振りして三振。追加点とはならなかったものの、強豪相手に主導権を握ります。2回の裏、オランダは4番バレンティンからの攻撃。しかしバレンティンは石川の初球を叩いて内野ゴロに倒れます。続く5番 DD グレゴリウスも内野ゴロに倒れ、石川はいいテンポでオランダ打線を片付けていきます。そして6番スコープとの対戦で石川はアウトコースを続けて攻めます。そしてカウント 1-1 となった直後の3球目、ブレイキングボール、リップトレフト、アンディープ、アンゴン、アンタイド、ジョナサン・スコープ、アロケットアウトヒア。3球目も続けてアウトコースを攻めましたが、カーブをうまくすくわれて同点ホームラン。タイミングを合わせて振りに行くだけでホームランとなる打撃力に彼らがメジャーリーガーであるゆえんを感じます。石川は気を取り直して7番カート・スミスをレフトフライに打ち取って3アウト。日本はリードを1イニングも守れず3回に入ります。3回の表、日本は先頭に戻って田中康介からの打順。しかし高めの際どいボールに対してスイングを取られて三振。2番菊池は追い込まれてからボテボテの内野ゴロがうまく転がって出塁。そして3番青木への3球目、菊池がスタートするもバンデンハークのボールが低めに外れてキャッチャーが投げられずセーフ。バンデンハークは2イニング連続でピンチを背負います。そしてカウント 2-2 からの5球目、ダイビングスタート、ボガーツ will hold it. That saved a run.青木の打球は抜けていたらタイムリーヒットでしたが、サードボガーツがダイビングキャッチで掴み取り、失点を防ぐスーパープレーを披露。ボガーツは2014年に約385イニングを守ったのを最後にサードとしてプレーしたことはありませんでしたが、本職ではないポジションでも高い守備力を見せます。しかしオランダはワンアウト1塁2塁とピンチである状況は変わらず、4番の筒香と対戦。筒香は追い込まれながらもボールを重ねてフルカウントに突入。そして筒香への7球目、Did he go? Yes. Trevor Grieve, the third base umpire, says swing.ここはインコースのボールに手が出て三振。バンデンハークは2アウトと追い込みます。そして次の打者は5番中田翔、カウント 1-1 からの3球目、Nakata drives it left field, Odeber back at the wall.バンデンハークのスライダーをうまく捉えて勝ち越しとなる待望のスリーランホームラン。4対1と大きくリードします。これに動揺したのか、バンデンハークは続く6番坂本をフォアボールで歩かせてしまい、7番山田にはレフト前にヒットを打たれて2アウト1塁2塁、あと1個のアウトが取れません。バンデンハークが崩れ始めているのを受けてオランダのブルペンが準備を始めています。そして8番秋山にも貴重なタイムリーヒットが出て5対1に。バンデンハークは9番小林を内野ゴロに仕留めてやっと3アウトまでこぎつける苦しい展開となり、バンデンハークはこの回で降板となります。その裏、4点のリードをもらった先発の石川は8番ダシェンコ・リカルドを内野ゴロに打ち取ってワンアウトを取りますが、続く9番ランドルフ・オルバーに追い込んでから一塁線を抜くヒットを打たれてランナー2塁。そして1番シモンズにライト前へヒットを打たれて1点を返され、2番ジュリクソン・プロファーはファースト強襲のボールがフェアとなりワンアウト1塁3塁。オランダの勢いを止めたい日本はナインが一度マウンドに集まって仕切り直しを図り、3番ザンダー・ボガーツと対戦。そしてボガーツをライトフライに打ち取りますが、3塁ランナーシモンズが好走塁によって生還し5対3と詰め寄られます。そして4番のバレンティンを迎え、カウント 1-1 とした後の3球目、バレンティン、アブラスト、ゴーン、マイグッネス、イッツタイム。Like a rocket.
石川の投げたボールをレフトに突き刺すようなホームランに変えて5対5の同点。石川は次の5番 DD グレゴリウスにフォアボール。そして6番ジョナサン・スコープへは少し甘いコースに入りましたがセンターフライに打ち取ってチェンジ。日本はまたもや1イニングもリードを守ることができず、非常にストレスのかかるゲーム展開とされます。4回表、オランダはホンクボル夫婦クラッセでプレーするサワーのディエゴ・マー・マークウェルを2番手に送り込み、日本は1番田中康介からの打順。マークウェルは田中康介をサードゴロに打ち取って幸先のいいスタートかと思いましたが、続く2番菊池に高めのボールを叩かれてランナー2塁となります。そして3番青木がフォアボールで出塁し、ワンアウト1塁2塁で4番筒香を迎えます。しかし筒香のボールはシモンズの正面で2アウト。ここでオランダはディエゴ・マー・マークウェルを下げ、アメリカの独立リーグでプレーしていた右腕のシャイロン・マルティスを起用。しかしマルティスはコントロールが定まらず、ストレートで3ボールを与えるも、なんとか立て直してフルカウントにまで持っていきます。そしてマルティスの7球目。That is strike three called. Boy, Martise fell behind 3-0, and Nakata looks at a fastball on the outside.ここはアウトローいっぱいに決まって見逃し三振。オランダは無失点で切り抜けます。その裏、日本は2番手にオリックス所属の平野義久を投入。平野は7番カート・スミスを内野フライに打ち取ると、続く8番ダシェンコ・リカルドに落ちる球を振らせて三振。続く9番ランドルフ・オルバーもフォークに手が出て三振。平野は危なげなく三者凡退とします。5回の表、先頭の6番坂本が初球を捉えて出塁。そして7番山田への4球目、キャッチャーのダシェンコ・リカルドにミスが出て坂本が2塁へ進み、オランダはピンチとなりますが、マルティスは山田をファールフライで打ち取り、8番秋山をセカンドゴロで2アウトに。ここで打席が回ってきたのは9番小林。安打が出れば得点の場面。そして小林への3球目。柔らかく当てたボールはショートシモンズの横を抜けるタイムリーヒット。そして1番田中康介は内野ゴロに倒れてチェンジ。追いつかれてもすぐに引き離すという展開でオランダにプレッシャーをかけます。5回の裏から日本は3番手として千賀を投入。しかし千賀は初球をシモンズに打たれて早速ランナーを背負うと、2番プロファーにはフルカウントからライト方向へ鋭い打球を打たれてヒット。ノーアウトランナー 2,3 塁のピンチとなります。しかし3番ボガーツを外角いっぱいの見逃し三振で退け、続く4番バレンティンをスプリットで空振り三振。そして5番 DD グレゴリウスをファーストゴロに打ち取って3アウト。千賀はメジャー軍団の攻撃をなんとかしのぎ切ります。6回表は2番菊池からの攻撃。しかし菊池は初球を叩いてショートゴロに倒れ、3番青木がフォアボールで出塁。4番筒香はカウント 3-1 からボールを打ち上げてしまいショートフライで2アウト。そして5番中田も打ち取られてチェンジとなります。6回の裏、続投した千賀は6番ジョナサン・スコープと対戦。千賀は初球を大きく運ばれますがライトフライでワンアウト。しかし次の7番カート・スミスには変化球が甘く入って長打コースとなり、ランナー2塁と5回に続きピンチを背負います。立て直したい千賀は8番ダシェンコ・リカルドをピッチャーゴロで打ち取って2アウトとし、9番ランドルフ・オルバーも空振り三振で3アウト。この回もなんとかピンチを切り抜けます。7回は6番坂本からの打順ですが、初球を打ち上げてライトフライに倒れます。そしてマルティスは7番山田を空振り三振、8番秋山をフォアボールで歩かせ、9番小林への4球目。小林のバットと重なったか、キャッチャーのダシェンコ・リカルドが2塁へ送球できず秋山の盗塁が成功、チャンスを作ります。そしてここでオランダの監督ヘンスリー・ミューレンスはシャイロン・マルティスを下げ、当時ベースボールブンデスリーガでプレーしていたマイク・ボルセンブロークを送ります。そしてボルセンブロークは高めのボールでしっかり小林を三振に切って3アウト、役目を果たします。その裏、日本は4番手に松井裕樹を投入。松井は先頭のシモンズを低めのストレートを見送らせて三振を奪いますが、続く2番プロファーはフルカウントから松井のスライダーをしっかり見極めてフォアボール。そして3番ボガーツと対戦。ボガーツへの初球はインコースに入ってストライクとなりますが、ボガーツはどこか納得していない表情を見せます。そして2球目は外角に外れてボール。3球目はスイングを取られずカウント 2-1。 そして4球目が大きく外れてカウント 3-1 と大きく投手不利になります。しかし松井は5球目を外
いっぱいに放り込んでストライクを取り、判定に納得していないボガーツは審判に何か確認しています。そしてボガーツへの6球目。Not running. Up the middle. Diving stop. Kikuchi. Sakamoto for the out. Wow. ボガーツの打球は二遊間を抜けそうな鋭い当たりでしたが、菊池が神業ともいえる守備でボールをキャッチしアウトに。このプレーに菊池はニコリともせず、どこか悔しそうな表情を見せ、かつグラブトスで坂本に返球しているため、この状況でもダブルプレーを狙いにいってるのかと驚かされます。そして松井は正直にこの表情が出てしまっています。松井はここで降板となり、5番手にヤクルト所属の秋吉が登場。迎えるバッターは同じチームの主砲4番バレンティン。そして2ボールからの3球目。2ランホームラン、タイドゲームは5。And he has another one down the left field line, and it's just foul. 長打かと思った打球はギリギリファウルとなり、バレンティンも悔しそうな表情を見せます。そして4球目もファウルとなり、バレンティンはやるじゃないかと言わんばかりの笑顔を見せます。そしてバレンティンへの5球目。ここは秋吉に軍配。バレンティンは三振後に秋吉に何かを言い、秋吉もそれに笑顔で返すというチームメイト同士の微笑ましいやり取りが垣間見えます。8回表、オランダはこの大会の活躍が評価されて、後にデトロイトタイガースと契約を結ぶことになるトム・デ・ブロックを起用。対する日本は1番田中康介からの打順。トム・デ・ブロックはフルカウントとなるも、田中康介をレフトフライに打ち取り、幸先のいいスタートを切ると、2番菊池の打球はサードに飛び、かなりギリギリのタイミングでしたがアウトと判定されて2アウト。そして3番青木を変化球で三振に切って3アウトとなります。その裏、日本は6番手に宮西を起用。オランダは左打者の5番 DD グレゴリウスからの打順。グレゴリウスは宮西の3球目を高く打ち上げますが、これがテキサスヒットとなり、宮西は早速ランナーを背負います。そして6番ジョナサンスコープにもヒットを打たれてランナー1、2塁。7番カートスミスは堅実に送りバントを試みますが、うまくバントが決まらずヒッティングに切り替えてカウント 2-2 となります。ここで一打を食らうと一気にランナーが帰ってしまう場面で、宮西の5球目。ここはカートスミスを三振に切ってしのぎます。しかし8番ダシェンコ・リカルドをフォアボールで歩かせてしまい、宮西はワンアウト満塁と最大のピンチを招きます。ここで日本は宮西を下げ、この厳しい場面を日本ハムの増井に託します。増井は3球で9番のランドルフ・オルバーを追い込み、そして増井の4球目。1-2。ここはストレートで押し切り、2アウトまでこぎつけます。しかし次の打者は、この日2安打の1番、シモンズ。そして2-1からの増井の4球目。2-1。Fastball, ground ball, up the middle, Sakamoto! To Kikuchi, and Japan gets out of it again!増井の渾身のリリーフで日本を窮地から救い出し、ベンチもこの喜びよう。増井が日本の勝利をぐっと手繰り寄せます。9回表、日本は4番筒香からの打線。対するオランダは6番手に過去楽天でもプレーしたフーフトクラッセ所属のファンミルを起用。ファンミルはカウント 3-1 となりながらも筒香を内野ゴロに打ち取り、続く5番中田をたった1球でライトフライに打ち取って2アウト。次の6番坂本にはヒットを許しますが、7番山田を外角への変化球で見逃し三振に切って3アウト。無失点でしのいで味方の反撃を待ちます。9回裏、日本はクローザーに楽天の則本を起用。2番のプロファーは則本の初球に完全に振り遅れており、追い込んでから4球目がアウトコースいっぱいに決まって見逃し三振。しかし3番ボガーツはフルカウントから歩かせてしまい、ここで迎えるのはこの日ツーランホームランを放っている4番バレンティン。そして則本の4球目。 2-1 into right center field, that's a hit, Suzuki after it, racing for third is Bogarts, and he gets there, Valentin at first base.
バレンティンにライト方向へヒットを打たれ、ボガーツが三塁へ。日本に暗雲が立ち込めます。ここでオランダは出塁したバレンティンにダイソーのドゥエイン・ケンプを送り、一気に勝負を仕掛けてきます。ここで続く打者はヤンキースで4番を任されている5番 DD グリゴリウス。そしてカウント2-2からの5球目。 Now the 2-2 Fastball little looper left field charging Aoki tagging his Bogarts he will stop on a great throw。グレゴリウスの打球をキャッチした青木の返球もあり、三塁のボガーツがホームへ突入できず、ツーアウトまでこぎつけるギリギリの展開となります。そしてあとアウト一つで勝利というところまでこぎつけた日本は、6番ジョナサン・スコープと対戦。ツーアウトランナー1、3塁という状況から、則本の2球目。ファーストボール、グラウンドボール、ベースヒット !They've tied it! Kemp is racing for third and he'll get there! And the Dutch have come back!Jonathan Scope's third hit, and it's 6-6. スコープの打球は無情にも菊池のグラブを抜けてタイムリーヒット。土壇場で同点とされ、日本は一転してもう一打で逆転負けと土俵際に追い込まれます。バッターは7番カート・スミス。則本は4球目の変化球で三振を奪ったように見えましたが、判定はセーフ。そして5球目でついに三振かと思いきや、これもセーフでフルカウントと苦しい展開となります。そして則本の7球目なんとか最後は三振に仕留めて9回を終えますが、セーブ失敗となり延長へ突入します。10回の表、日本は8番秋山からの打順。しかし続投したファンミルは秋山を内野ゴロに打ち取ってワンアウトを取ります。しかし9番小林がアウトコースのボールを捉えて出塁。ここで日本は1番田中康介に代わって代打内川を起用。そして内川はフルカウントまで粘ってレフト前ヒットと代打起用に応え、ワンアウトランナー1塁3塁とします。オランダはここでピッチャーをフーフトクラッセ所属のトム・ストイフバーゲンに交代。そしてバッテリーは2番菊池を敬遠で歩かせ、3番青木との勝負を選択。ダブルプレーで一気に状況打開を狙うミューレンス監督の大胆な作戦。その行方がかかったストイフバーゲンの5球目。バウンサー、スコープ、シムンズ、They got the double play! How about that? ここは前進守備を敷いていたセカンドスコープが捕球し、ダブルプレーで3アウト。日本は大チャンスを生かすことができず、逆に窮地を救ったストイフバーゲンはこのガッツポーズを見せます。10回裏、日本は西武所属の牧田を起用。その牧田は先頭の8番ダシェンコ・リカルドを三振に切り、9番のランドルフ・オルバーを内野ゴロで2アウト。そして1番シモンズも同じく内野ゴロに打ち取って3アウト。牧田は危なげなくオランダ打線を凡退させます。11回の表、タイブレークが適用され、日本は筒香に代わって鈴木誠也を起用。その鈴木誠也は送りバウントを成功させてワンアウト2塁3塁とします。次に迎えるのはこの日2安打の5番中田。そしてストイフバーゲンの2球目。オープン3センスライン、ドライブ、ベースヒット、レフトフィールド、イトルスコア both runs。 Kikuchi、 Aoki、高めのボールをうまく捉えて2点タイムリーヒット。中田はこの日5打点の大活躍を見せます。続く6番坂本にもヒットが出てワンアウト1塁2塁。しかし7番山田の打球が内野ゴロとなり、ダブルプレーを取られて一気に3アウト。追加点はなりませんでしたが、オランダに大きなプレッシャーをかけます。11回の裏、オランダは2番プロファーからの攻撃。しかし牧田はたった1球でプロファーを内野フライに打ち取ってワンアウトを奪うと、次の3番ボガーツにフルカウントまで粘られながらもサードゴロで2アウト。そしてオランダは4番ドゥエイン・ケンプに代わってカナディアン・アメリカンリーグ所属のカリアン・サムスを代打で起用。そしてフルカウントからの6球目。 3-2 Pops it up behind the plate Kobayashi Japan wins itKazuhisa Makita shuts the door。最後はキャッチャーフライで逃げ切った日本が8対6で勝利。2次ラウンド最大の山場だったオランダ戦をなんとか白星で飾ることができました。
試合後に小久保監督は、正直ある程度の失点は覚悟しないといけないかなという中で、5点6点は取らないと厳しい戦いになるとは読んでいたが、それ以上の破壊力だった。決して日本の投手陣も悪いわけではなかったと思いますけど、さすがメジャーリーガーの打線だなというのを感じた。とオランダ打線の破壊力に驚嘆。それでも日付が変わりそうなんですけど、こんなに遅くまでご声援いただきありがとうございました。このインタビューでは語りきれません。死闘です。勝ちたいという執念だけでした。出た選手たち、ベンチにいた選手たち、一丸となって諦めなかった結果だと思います。執念です。オランダはすごい打線で、そこに立ち向かっていった投手陣、そしてリードした小林、中田が打って、打つべく人が打ったと、全員が一丸となって掴み取った勝利だと強調しました。次にこの試合を見事に締めた牧田は、マウンドに上がる前は打たれたらどうしようと思っていたんですけど、実際にマウンドに立って自分のボールに結構差し込まれていた。これはいけるなと思った。これから強いチームと当たっていくと思いますけど、自信を持って自分のボールを投げ込んでいけたらと思いますと自信を覗かせます。最後にこの日5打点と大車輪の活躍を見せた中田翔は、打席の中で自分の持ち味であるフルスイングができていると思いますし、その中でボールを見極めることもできている。もちろん課題はありますけど、今はとにかく1球目から甘い球が来たらフルスイングができている。今日は疲れました。鈴木の方からバントするので頼みましたと言われた。先輩として打ってあげないとダメだと思ったと男気あふれる発言。日本はその後キューバ戦を8対5で勝利し、イスラエル戦も8対3で勝利と、2次ラウンドを首位で突破。一方でオランダもキューバとイスラエルを下し、2位でラウンドを突破し、準決勝へ駒を進めました。そしてプール F ではプエルトリコが3戦全勝で首位通過、アメリカが2勝1敗で2位通過となり、日本は準決勝で真のメジャーリーガー軍団のアメリカと激突することになります。そして2009年以来の決勝進出をかけた準決勝は、お互いなかなか得点を許さない極めて緊迫したゲームとなるのでした。